じゃあ今日はどのメニューにする？夏はダンス、熱いソウルをステップにぶつけましょう。お疲れ様。今のあなたすっごく輝いてる。社交ダンスを通じて変わり出した長谷倉、安藤との距離も近づく中、突然ルイスが乗り込んでくる。失礼いたします。私、グレートガリオン SJB のルイスと申します。ルイス。長谷倉、聞いてよ、君社交ダンスを始めたそうじゃないか。水臭いな。ああ、とても臭いぞ。長谷倉先輩にとってダンス教室は心落ち着ける場所。それをルイスさんが壊そうとしている。私は、向井は、ルイスさんを止める。ルイスさん、勝手なことはしないでください。月も声もいつものキサちゃんじゃない。長谷倉さん、白間さん、お知り合い？彼ら二人は会社の同僚なんです。向井、一体どうしたんだ？長谷倉先輩が社交ダンスを習っていることを話したら、ルイスさんが自分も習いたいと言い出したんです。向井が私が余計なことを言ったせいで、長谷倉先輩に迷惑をかけてる。長谷倉の変化が気になってね。そのきっかけが社交ダンスだと聞いて、俺もやってみたくなったんだ。しかし、まさか白魔城が絡んでいるとは思わなかった。白魔さんはご友人のダンスを見に来ているだけだ。おかしなことを言わないでくれ。そういえば、以前ランチで話していましたね、白魔城。学生時代にダンスを習っていたと。踊る白魔城は大層麗しいことでしょう。一曲お相手願いたいものだ。な、長谷倉。ここでカンナの提案。そうだ、こういうのはどうですか？二人でダンス勝負をして、勝った方が白魔ちゃんと踊れるんです。一度驚くものの、カンナは強引に話を進めて、それに乗るルイス。いや、とても面白いアイディアだ。俺はダンスは未経験ですけれどもね、運動神経には自信がある。何より勝負に強い。長谷倉に負ける気はしません。さあ、ここからだ、橘君。先輩を侮辱され、どう出る？向井は長谷倉先輩のことをいつも陰ながら応援していた。社交ダンスで立ち居振る舞いが変わり、変化する長谷倉先輩を喜んでいた。そんな長谷倉先輩の努力が今軽んじられている、攻撃されている。
私は、僕は、長谷倉先輩を守らないと。ルイスさん、あなたはいつもそうだ。へえ、必死じゃないか、向井。向井、長谷倉先輩を軽んじて自分の優秀さをひけらかす。誤解だよ向井君、俺は事実を言っているだけだ。無自覚ならなおさらタチが悪いです。小せえ体で目いっぱい先輩のことかばおうとしてんな。不思議と大きく見えますよ。白間さん、馬鹿げた勝負ですが受けてもらえませんか。ルイスさんの思い上がりを打ち砕かなければ気が済まない。長谷倉の名誉を守りたいんだね、向井は。そのつもりで書いていたんですか。いや、今思ったのさ、立花君の演技を見て。はい、オーケー。立花君。はい。どこからどう見てもかっこいいジャックじゃないの。よくここまで向井を育て上げてくれたね。誰が見ても魅力的な男性になってると思うよ。これでこそカイドウや司を焚きつけた甲斐があったってもんさ。どういうことですか。向井は橘を育てるために天下の話を引き受けたってことすか。橘君が周りの人の力を吸収して成長することは新人公演の時から分かっていたからね。天下の話はクラス内だけではなくクラス外からも大きな刺激を受けることになる。橘君の成長を助けるだろうと思っていたんだ。そりゃ確かに他クラスの稽古風景見せてもらえるなんて普通ならありえないっすもんね。でも天下の話でキサちゃんはまるで景品のように扱われていました。キサちゃんは景品じゃない、人です。物みたいに扱わないでほしいです。うむ、ヨナガ君、君の気持ちはわかるよ。でもね、人だって物みたいに価値がつけられることはある。特にこの世界ではね、価値がないとみなされた人間はそれこそ物のように扱われる。だから橘君のように高価な値をつけられ周りに欲されるというのはとても名誉なことだと思う。そうなのかもしれません。だけど黒が言ってることよくわかるけどよ、こいつの気持ちも汲んでやれよ。宗師にしかわかんねえキサの気持ちもあんだろう。な。フミさん。俺、立花の今の演技好きっす。でも、立花が他のクラスに連れて行かれるのは嫌です。鈴くん。
1年生はまだネジ先輩の破天荒に慣れていないんですから。あまり追い詰めるな、コクト。そうか、周りの精神的負担までは想定できていなかったようだ。悪かったね、1年生諸君。橘君、ただ橘君、君に一つだけ弁明をさせてほしい。僕は君なら優れたジャックにもなれると思っているのさ。そうじゃないとジャックに選ばない。だってこんなに才能豊かだもの君。大体キサにはジャックができないなんて決めつけ、俺も気に食わねえな。それはお前もだろ、ソシ。はい、キサちゃんならできます。ジャックやれます。はあ、どちらにしても橘が個人賞取って黙らせるくらいのことしないと、オニキスもロードナイトもしつこいよ。橘がいないとクォーツ1年のバカっぽさが上がるし。そうだぞ、お前みたいなやつがいないとしまんねえぞ。俺ら上級生としても、貴様をみすみす奪われるような真似はしねえよ。そうだろ、クロ。もちろんですとも。でなきゃ報酬にジュジュエンの高級焼肉なんか消耗しませんわ。俺はお前に個人賞を取らせたい。お前がジャックとして輝けることを舞台で証明したい。力を貸してください。ああ。任せときな。特にネジさんはね。分かっておりやす、姫。取ってやろうぜ、個人賞。キサちゃんならできるよ。君はもうジャックとして他の同期と対等に戦える。ただまだ決め手には欠ける。ここから先は確実な勝利を得るため何をすべきか、しっかり見定めようじゃないの。はい。自分が何をするべきか、役目を見つけるってことなのかな。今回お前がジャックに選ばれたおかげで、お前の成長をより近くで見ることができた。ジャックとしてもジャンヌとしても花を出せる人間はそういない。その花を育てていくのがユニベールで学ぶお前の役目になるだろう。だが一人で背負う必要はない。俺もできうる限り協力する。お前がどう成長するのか見てみたいからな。カイさん、ありがとうございます。おはよう。
橘。しまった。どうしました永山先生。六郎に頼まれていた書類を私忘れていた。ステップに夢中になってしまったばかりに。六郎はこの時間クォーツの稽古場にいるはず。しかし俺にはダンスの個別指導が。長山先生、その書類俺が届けますよ。それはありがたい。お前がいない間お前のために踊ろう。よろしくお願いします。ここがクォーツの稽古場。失礼します。もう聞き飽きました。あ、何かあると俺が悪い俺が悪いって。長谷倉先輩の何が悪いんですか。そんな風に自分が悪いだなんて言われたら僕はどうしたらいいんですか。そうだ、長谷倉先輩が悪いって言えば満足ですか。向井、俺は別にそんなつもりじゃ。あなたがそうやって卑下するたびにあなたを信頼している僕まで傷つけられるんですよ。向井。失礼します。向井、向井。オニキスの葛西。ああ、永山先生に頼んでいた書類が。エニシ先生。うん。あいつ立花ですよね。おう。ああそうだ、新人公演じゃアルジャンヌ、夏公演じゃジャックをやる橘だ。ありがとうございます。失礼します。カイドウ先輩。そんなに慌ててどうした。永山先生に頼まれて書類を届けに行ってたんだろ。指導お願いしてもいいですか。まだっすかね。ジャンヌをせかしちゃダメよ、折巻くん。鈴くんにネジ先輩、更衣室の前でどうしたんですか。ああ、白田先輩の着替え待ち。歌姫のお着替えを覗くなんてデレカシーのないことはできないからね。繊細なジャンヌ心。ロードナイトはジャンヌの着替え中、ジャックが全員追い出されるらしいよ。2年の緑川くんが廊下で一人切なく着替えているのを見たことがある。ジャックエースなのに
哀愁漂う背中だったよ。立花も人前じゃ着替えたがらないよな。白田先輩ほどじゃねえけど。白田くんは徹底してるよ。おかげでジャンヌとの関わり方を学べる。フミさんはパッと脱ぎますけどね。惜しいジャンヌだよね。フミを基準にしたら白田くんクォーツを抜けちゃうよ。白田先輩がクォーツにいるおかげで私も女だってことが隠しやすくなっているかもしれない。はあ、俺もここでパッと着替えちまおうかな。いやん、このストリッパー。橘くん、お札準備して。うるさいんですけど。白田先輩、着替え終わりました？見られるのも嫌だけど見せられるのも嫌だから中で着替えてこい。うっす。じゃあ僕も行こうかね。はあ、想像しいな。お前は着替えじゃないの？私は立ち寄っただけです。ふーん、じゃあさ、ちょっと付き合ってくれない？どこにですか？喫茶店。喉が疲れたからお茶飲みに行くんだ。無理にとは言わないけど。いえ、ご一緒させてください。そう、じゃあ行こう。いらっしゃいませ。ご注文は？セイロンティー、あとジャムを。ジャム？ああ、紅茶に好きなジャムを合わせられるんだ。お前も頼んでみたら？メニューにある。そうですね。じゃあ。ブルーベリーのジャムにします。僕はアプリコットで。紅茶のいい香り。ジャムも美味しそうですね。小皿にたっぷり乗ってる。手作りらしいよ。白田先輩はアプリコットのジャムが好きなんですか？まあね、気に入ったものばっかり頼んじゃうんだ。でもお前のジャムも美味しそうだな。一口いかがですか？いいの？じゃあ一口だけ。美味しい。思ったより甘みが強くないな。これなら紅茶にも合いそうだ。今度来た時それ頼んでみるよ。お前も僕のジャム食べてみれば？いいんですか？それじゃあ失礼して。爽やかな酸味ですね。後味はほのかに甘い。あれ、蜂蜜の味がする。おお、そうそう、ここのジャム、蜂蜜で味を整えてるんだ。アプリコットの方が蜂蜜の後味は強いかな。こんな風にジャムをしっかり味わうの久しぶりかも。いつも歌のこと気にしながら口にしてるから。
変なんですね、トレゾールって。名前にふさわしいレベルの高い技術が求められるからね。本来歌唱はロードナイトのお箱なんだけど、華やかな歌声を売りにしてるジャンヌ中心のクラスだから。でも今ロードナイトにトレゾールはおしなりつかさしかいない。おしなり先輩はアルジャンヌも兼ねてるから大変だと思うよ。アルジャンヌは総合力が求められるから歌だけに集中できない。ロードナイトの魅力はアルジャンヌもトレゾールも揃ってこそなんだけどね。トレゾール候補はいないんですか？実力で言うなら僕の同期のミノリカはかなり歌えるんだけど、ジャックだから。トレゾールは歌唱に秀でたジャンヌを指す言葉ですもんね。そう、歌姫だから。それもあっておしなり先輩は僕をロードナイトに欲しがっているんだよ。行く気はないけどね、めんどくさい。ロードナイトの舞台は僕がユニヴェールに入学しようと思ったきっかけの一つなんだけどね。じゃあロードナイトの舞台に憧れて？いや。いや、ロードナイトに若手のトレゾールがいてさ、それを見て思ったんだよ。あれなら僕にもできるかもしれないって。そのトレゾール、歌はうまいけど芝居とダンスはいまいちでさ。それなら舞台経験がない僕でもできそうな気がしたんだ。当時の僕は早く家を出て自立したかったから。ほら、親があれだろ、ユニヴェールなら衣食住が高水準で揃っているし、在学中に稼ぐこともできる。そして何より歌う環境が整っている。歌は小さい頃から好きだったんだ。家が裕福だった頃は歌の教室にも通っててさ。親の都合で行けなくなったけど、それからもずっと独学で勉強してた。目まぐるしく変わる環境の中、歌を拠り所にしていたのかもしれない。それでユニベールに入学して。早々後悔したけどね。みんな舞台にかける情熱がすごいからさ。フミさんなんか当時尖ってたし、すっごく怖かったんだから。それでも僕には比較的優しかったけどね。意識を変えてとにかく歌を磨いたよ。同期だろうが同じクラスの先輩だろうが、誰であろうが負けないように。その結果かな、トレゾールは。ユニヴェールを目指したのは他にも理由があってさ。僕昔から人にジロジロ見られることが多くて、それが嫌だったんだ。じっとりとした肌を舐めるような視線を感じることもあった。男からも女からも。だからさ、いっそ見せ物になれば
見られても納得できるんじゃないかと思ってね。あら領事かもしれないけど。あ、すみません、私も入学したての頃ジロジロ見ちゃってました。別にいいよ、もう。ああ、そういえばお前って何か違うんだよな。お前の視線から男も女も感じないんだ。男のお前に男も女も感じないっていうのも変な話だけどさ、なんていうのかな、視線にプレッシャーがないんだよね。ああ、もうこんな時間か。なんだか一人で話しすぎたな。自分のことを話すのはあまり好きじゃないはずなのに。そういえばお前も自分のこと話さないよな。ああ、お前何かと苦労してそう。話しにくいこともあるんだろう。さて、そろそろ出るか。お前とお茶飲むの悪くなかったよ。また気が向いたら誘っていい？はい。立花。さあ、僕らは再びこの場所に戻ってきた。公演まで1週間を切りましたよ。はい、この前新人公演が終わったと思ってたのに。時間は少ない、早速稽古を始めよう。シロマとのダンスをかけてルイスと勝負することになった長谷倉。献身的にサポートしてくれる安藤。長谷倉はそんな安藤に対して少しずつ特別な感情を抱き始める。ではフミから。長谷倉さんには長谷倉さんのいいところがあります。そこが引き出されるように私も踊るので安心してください。ありがとうございます。でもそれだと安藤先生は
窮屈じゃありませんか。主役は長谷倉さんじゃないですか。そんなこと気にしなくて大丈夫ですよ。さあ踊りましょう。このシーンの安藤先生めっちゃいいよな。ダンス大会で数々の賞を取っていた人が長谷倉さんのために脇役になるんだもんね。しかも安藤先生だって長谷倉のことが気になってんのに、白間とうまくいくように助けてあげてんだよな。安藤先生。黒斗、ちょっといいか。はいはい。このシーンはもっと安藤を前に出した方がいいんじゃないか。観客も安藤の表情が見たいと思う。長谷倉と安藤の立場が逆転した。甲斐さんが文さんを立てようとしてる。甲斐さん、俺とのシーンでも俺が目立てるようにいろいろアドバイスくれるぞ。僕も白戸先輩にも声をかけてたな。みんなが花として輝けるように器として動いてくれているのかな。それが甲斐さんの役目なのかな。じっと見てどうした。何か聞きたいことでもあるのか。あ、すみません。いや、実際の舞台で稽古をすると気づくことも多いからな。このシーンが終わったら話を聞く。少し待っていてくれ。ありがとうございます。やっぱり甲斐さんはみんなに気を配ってくれている。みんなそれぞれ役目がある。だったら私の役目は。お前ら、よっしゃー。え、いよいよ明日は夏公演。ドキドキしますね。ワクワクしますね。それじゃあ長谷倉と安藤のダンス最終合わせ入ります。カイ、リード頼むぜ。
分かってる。カイさんもフミさんも集中してる。よし、行くぞ。ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツースリー。長谷倉が安藤先生をリードしてる。長谷倉さん、どうしたんですか。これじゃあなたが目立てない。ルイスさんに勝てません。気づいたんですよ。いや、もともと知ってたことなんですけどね。しっかり自覚しました。自覚した？何を？俺はルイスと違って目立つのが好きじゃないんです。意識の高い人々に囲まれて、前に出る勇気がない自分に嫌気がさしていたのですが、これは俺の個性なんです。俺は自分が前に出るよりも、前に出るべき人のサポートをする方が好きだ。このセリフ、まるでカイさんのことみたい。周りが輝くように立ち回ってサポートするカイさん。そして安藤先生、あなたこそ前に出るべき人なんです。いや、あなたが前に出て輝いているのを俺は見てみたくなったんです。船乗りならアカプルコを目指せ。社の創設者の言葉です。意味は分かりませんが、なんだか勇気がもらえるんです。踊ってください、安藤先生。あなた自身のために。身を任せていいですか。え、いくぜかい。ああ。あ、フミさん、ダンスのキレが一気に良くなった。ダンスやってる時のフミさん、最強だからね。あれだけ華やかな人もそういないでしょう。あの人、実家が日本舞踊の家元で小さい頃から踊ってるからね。自分の見せ方、熟知していらっしゃるんでしょ。ギャラリー組、セリフ。ダンス大会に出ていた時の安藤先生だ。思わぬ策士がいたようだ。いや、長谷倉が本来の力を発揮しただけか。向井君、勝負は決まったよ。そうですね。フロアにいる人たちが全員あの二人を見ている。カイさん、フミさんのダンスについていくだけでも大変なのに、フミさんが綺麗に見えるようリードしてる。アルジャンヌであるフミさんが美しく見えるように立ち回ることがカイさんの役目。花を見せるための器。器。あれ？フミさんを美しく見せるための器がカイさんなら、カイさんを主役として彩るための器はどこにあるんだろう？長谷倉先輩をより魅力的に見せる役目を持っている人って、あ、私だ。
どうしたの、キサちゃん。長谷倉先輩の日常の中で一番近い位置にいるのは向井だ。向井が、私が甲斐さんを引き立てなきゃいけなかったんだ。私が甲斐さんの器だ。明日本番なのに今頃気づくなんて。よくわからないけど、明日まで時間があるって考えたらいいんじゃないのかな。舞台はまだ始まっていないよ。私は、私の役目は。では今日はこれまで。明日は夏公演だ。みんな、しっかり休んでおいて。ネジ先輩、ちょっといいですか。おやおや、休んでおいてと言った矢先に。大事な話かな。場所を変えようか。で、公演前日のウルトラ忙しい時にそんな覚悟を決めたような目をしてどうしたの。甲斐さんの器になるにはどうしたらいいですか。ん？甲斐の器？甲斐さんが主役として入るように、甲斐さんの器になりたいんです。それがこの舞台における私の役目なんじゃないかって。これはまあネジ先輩？いや、ごめん立花君。それ100点。いや、120点だ。今回、君は夏公演期間中すべて使ってジャックを演じる難しさに苦しむだろうと思っていたよ。自分のことで精一杯ってやつだ。ところが君はジャックを演じることに自分なりの答えを見出し、次のステップに進んだようだね。与えられた課題をこなすだけでなく、そこから新たに自分で課題を見つけ出し挑もうとするとは。しかもそれが甲斐の器になることだなんて。私には難しいんでしょうか。難しいよ。でもね、やれる可能性があるのは長谷倉に近い存在である向井だけだ。ただ君が作り上げた向井を捨てる必要がある。どういうことですか。君の向井は冷静で先輩思い、長谷倉が困っていればすぐに手を差し伸べる魅力的な男だ。主役の長谷倉を差し置いて心惹かれるほどにね。長谷倉先輩ではなく私に関心が向いてしまうということですか。甲斐もそのつもりで君に指導していたと思うよ。君を輝かせるためにね。でも長谷倉を立てるのであれば嫌な奴が良い。長谷倉を先輩だと慕う心が表に出てきてはダメだ。長谷倉を追い詰める敵の一人になりなさい。そうすればそうするほど人々は長谷倉の心に寄り添う。これはもうジャックとかジャンヌとかそういう枠を超えたお話だ。
これができれば君の個人賞は確実だろう。ただ与えられた時間は少ない。失敗すれば不格好なガラクタの出来上がりだ。それでもやるかい？失敗すれば不格好なガラクタ。それでもやります。徹夜の予感。タイム、橘君、ちょっと休憩させなさい。あなたほど若くないのよ。すみません、ネジ先輩、付き合わせてしまって。それはいいけどさ、君、少しは気分転換してきたらどうだい？仲間と語り合うとかさ。できるだけゆっくり長くおしゃべりしてきなさい。いいね。誰かに会いに行こうかな。このまま稽古を続けたいです。何なの？僕を休ませない気なの？橘君の鬼悪魔タツノオトシゴ天下騒動を引き起こした報いを受けよということなの。仕方ない、稽古再開。もう君に教えることは何もない。というか時間がない。あとは君のインスピレーションでよろしく。付き合ってくださってありがとうございました。向井の演じ方を変えたことみんなに話さないと。特に甲斐さんには。なあ、それは内緒にしておこう。え？でも。いいのいいの、カイだってちゃんと対応してくれるさ。それに先に話しちゃったら、ああ、いや、なんでもない。さあ、張り切っていきましょう。あ、ティサー、マレちゃん、ついに夏公演だよ。ロードナイトに来る気になった？個人賞なんか関係なくさ。ルール違反みっけ。げっ、火災。や、おはよう。オニキスの王子様は随分と爽やかじゃない。勝利でも確信してんの？それならロードナイトのお姫様が不機嫌なのは敗北を恐れてるから。はあ、バカにしないでよ。言っとくけど今回参加するジャンヌの中じゃ私がトップだからね。キサがジャックに回ってる以上、オニキスにもクォーツにも個人賞争いができるジャンヌいないの知ってんのよ。オニキスはその分ジャックが頑張るさ。何を余裕ぶって。キサ、こんなやつ倒しちゃいなさい。それだと立花の転嫁なしになっちゃうけど。
本当だ、キサ、条件関係なくロードナイトに来なよ。だからそれルール違反。ところで時間大丈夫？ロードナイト今回一番手でしょ。あ、やばい、ミノリカ先輩に怒られる。じゃね、キサ。火災のバーカ。なんか目の敵にされてるんだよな。君に勝つよ、必ず。じゃ、お互い頑張ろうね。個人賞が取れなければオニキスかロードナイトに転嫁。でも私は。さあさあ皆さん、舞台のお時間です。折巻君はちゃんといるかね。今日は一番に劇場入りしました。ネジ先輩の方が遅刻ギリギリだったじゃないですか。あと橘も。あ、でもちゃんと間に合いましたから。今回クォーツは3番手の大鳥だ。他クラスの舞台はモニターで確認できる。せっかくだからじっくり鑑賞しましょうか。まずはロードナイトだ。おしなり先輩の歌すごい。彼はトレゾールだからね。ジャンヌとしても優秀よ。それでもここ最近個人賞には届かないけど。そうなんですか、こんなにすごいのに。我が76期にとっても花があってすんごく強いジャンヌがいるのよ。高階宙文さんっていうのだけど、ご存知？わざとらしいぞ。銀はオニキスのカイドウ。僕も一回だけ取ったことがあったっけな、アンバーの時にね。そしていつもどうだった司がここ最近個人賞を取れなくなった原因がそちらのムツミカイさん。かろうじて取れているだけだ。常に個人賞を受賞しているフミやカイドウとは違う。いやでもすごいっすよ、さすがクォーツのジャックエース。お、ロードナイトのジャックエースは2年生なんだ。ミノリカは華やかさはないけど平均値は高いからいつも個人賞取ってるよ。どうしよう。ロードナイトの1年は司の弟がいい役をもらっているな。おしなり先輩と比べたら歌はまだまだですけど、ジャンヌとしては目立ちますね。これからってところかね。さてさて、お次はオニキスだ。ジャックが揃って群舞踊ったら迫力あんな。あのアルジャンヌ、スガチ先輩だ。普段と全然違う。すごく綺麗だ。彼、化粧映えするんだよね。元はジャック志望だったけど、カイドウの勧めでジャンヌに転向したんじゃなかったっけ？それで、一気に才能が開花したんだよ。オニキスの舞姫だ。毎回個人賞で銀取ってる。個人賞？
そういや白田先輩は？その子歌以外やる気ないから個人賞取れないのよ。トータルバランスも大事だからね。興味ないし、うちの木77期は毎回同じやつが同じ賞取ってる。変動なし。銅がロードナイトの実り川先輩で、銀がオニキスのスガチ先輩。あれ、金は。うわ、葛西がダンスで一気に前に踊り出たぞ。ああ、音の取り方がうまいな。表現力も高いわ。感覚でやってそう。中学の時から何でもできて天才肌でしたから、葛西くん。彼は確実に個人賞争いに絡んでくるだろうね。あとは長山弟ダンテ氏あたりかな。ロードナイトのおしなりマレジョーも入ってくるかもね。そこに切り込むは我がグレートガリオン。クォーツ1年生ですぞ諸君。イエス。はい。さあ準備に入るとしますか。いざ行かん。勝利の冠をクォーツに。さていよいよクォーツね。どんな舞台になるのかしら。ロードナイト勢が集まっているようだな、司。オニキスもじゃない。彼を迎え入れるのは我々ロードナイトよ。いや、オニキスだ。司先輩に絡まれて災難だな、立花も。カイドウさんに声をかけてもらえるのは名誉なことや。キサ、どんな役やるんだろう。初めてのジャックでしょ。男装の女の子とか。それじゃあジャンヌでしょ。ジャックは一朝一夕でできるものではない。入学当初からジャックをやっている我々との差は歴然としている。男性役をやるにはあまりにも可憐で愛らしすぎますもんな。見せてもらうよ、橘。お前のジャック。